こんにちは。はい、今週の相場に関連するニュース、そしてチャート的には同国連っていうのを全部聞ける動画があったらいいなを形にしました。星のパーフェクトーイガッポガッポというわけでですね、このコーナーガッポガッポ儲けてる、こんな相場でもガッポガッポ儲けてるな、星さんにドル円と、そして日経225中心にどうやって僕たちもガッポガッポ儲けてるのか教えてもらおうというコーナーでございます。はい、ではですね、まずはニューヨークダウですね、そしてまあナスダックも同じような感じですね。みんな回復してますっていう感じです、こういうふうに調整して、そして上を試しにいってる。前回高値4月17日の高値に今迫ろうとしているというようなところですね、この展開ってちょっと先週ぐらいの BTC の流れにちょっと似てますよね。似てる気がしますよね。そんなことないか。でもこういうふうにね、雲の上を試しにいってるというような状態、そして前回高値を狙いにいってるという、試しにいってるというような状態っていうのは、1週間ちょいぐらい前の BTC にもあったな展開やなっていうふうに僕は見てますね。で22日からどういうことがあったのかっていうことを一緒にまたおさらいしていきましょう。22日です、前回撮影日ですね、ニューヨークダウは23,465 ドルあたりでした、この日はですね、この撮影は22日なんですけれども、アメリカでいろいろあるのでその深夜になるんですよね、でアメリカの上院でですね、4840億ドルですの小規模企業への追加支援が可決しました、これ上院でですね。で一応52兆1400億です、でこれ多分ね、もう今は下院も通ったんですよ。でこのニュースが出てですね、下げに歯止めがかかった、ここの流れの下げに歯止めがかかり、しかしそこまで上げることはなく持ち合ったという感じですね、ちなみに共和党、トランプさんの方の共和党ですけれども、共和党は小規模な救済法案ね、を望んでましたけれども、民主党はウイルスに対する医療とかの支援とかに力を入れてますけれども、病院と検査向けの予算の増額を求めたというような状態で、今回は民主党の言っている方の意見が通ったというふうに言えると思いますね。こんなまた大量にお金どっから出してくるんですか？財源がって僕言ってますいつもニュース見ながら、どっから出んねんお金っていうのも FRB のパウエルさんとかこう。でも今回政府でしょ？政府じゃないですか。あ、政府が？あ、そっかそっか。FRB から出てないんだ。まあ国債発行したんだったらそっから出ますけど。そうだね。お金なんかないと思うけどな、そんなに。お金ないことはないでしょ。どうするんですか。いやいや、もうめちゃめちゃ出してるやんだって。どうなってるんかな、ちょっと聞いてきてよ。まあ実際。財政危機になっててもお金出して、例えばスペインとかあったら、もうスペインから永久債の話出てますからね。だから世界的にアメリカもやるんじゃないですかね。あ、マジで。まあ永久債と言わなくても、例えば100年債とかね、もうその議論が出てきてますから。でも誰が買うの？まあ誰か買うか。だからそれは FRB が買うでしょ。 FRB が買うんか、また、ジャンク債みたいなもんか。ジャンク債じゃない、永久債ですけど。アメリカも永久債発行してるんですよ。あ、そうなんですね。南北戦争の時。それまだ聞くんですか？聞くというか、もらえるんですか？それは永久債ですから。ほんまに持ってる人いるんかな、南北戦争の時。それおるやろ。第一戦争大だけど、ナポレオンが発行、フランスやったらナポレオンが永久債発行してますけど、僕その永久債見たことありますし。イギリスでも昔発行されたことあります。まあいくつかあるんですけどね、またその話が出てきてますね。そうなんだ、あとはもうどうでもいいから今をどうにかしのごうっていうことですね。まずはね。でですね、これ WTI、 原油の方ですね、そしてこれは期限のない CFD のやつですね、なんですけれども、22日ね、冷やしこちらになります。22日はですね、ここから3日間上げたんですけれども、 EIA、アメリカのエネルギー情報局からですね、週間の在庫統計発表しました、でやっぱりコロナウイルスの関係でですね、原油の需要はものすごい減ってると、だから石油の精製業者がもう生成量をですね大幅に落としてる中で、やっぱり在庫だけ増えちゃうというような状態になっているということが分かりました、うん、在庫がですね1500万バレル増えて、うん、まあ5億1860億バレルということで、うん、これがどんくらいの数字かっていうとですね2017年に過去、まあ、最高の5億3500万バレルになったんですね。はいはいはい、その時に迫る勢いというかほぼ一緒ですよね、ぐらいになっちゃったということです。でみずほの先物ディレクターかな、ここの担当の方がおられたんですけれども、その方がコメントしておられて、うん、でサウジアラビア産原油の供給量どんどん増えているわけですよね、うん、それを踏まえるとですね在庫はさらに増えると。で、はい、それほど遠くない将来にですね貯蔵する場所がなくなるよと言ってはりますわ。うんうん、ということで。3日間はここから上げていってるんですけれども、そこからまた下げに転じて、うん、今安値を試しにいってるこの22日ですね、はい、安値を試しにいってるっていうような状態になってますということですね。うん、この面白いというかあれなのは、僕たちが小学校の頃ってあと30年ぐらいで石油なくなるってね教わってたじゃないですか。うんだから大切に資源を使いましょうねって習ってたんですけど、余りまくっとるかな。ほんまや、うん、そういえばそうだよね。ね先生が「もうあと何十年か後に石油尽きるから、うんね、資源大切に使いましょう」って習った世代ですけど、そうですね、もういくらでもあるで。まあもちろん当時で発見されなかった油田も見つかったし、地中深くありすぎて取れなかったやつも取れる技術も発展したしとかね、いろいろあるんですけれども、いくらでも今逆にいっぱいあると。いっぱい余ったんね、余りまくってます。いや実はもう無限にある説もあるよね。ありますね。もっと言うと石油使わないと地球滅びる説もありますからね。あそうなん。無限にあってどんどん出てくるんで、全部海が石油になっちゃうっていう。はあはあはあ、油田になっちゃうね。生き物生きれないじゃないですか。そうですね。だから滅びる説まであります。説もありますね。うん。買ったったよ。いやいやもう1億バレルぐらい。だからあなたの土地に入れとった。いやいやいやだからもうみんなが持ってるから価値なくなる。石油のプールとかやって。絶対大喜利。石油はなりたい。石油。今やったらなりたい。でも10年後とか嫌だもん。まあ22日はですね、まあ、ゴールド、原油と同じようなコモディティは同じような動きしますね。上がって上がって3日間下げてですね、こっちも同じような感じです。ニューヨークダウの方に戻りますけれども、23日はですね PMI 発表されました、はい、アメリカの総合購買担当者景気指数ですね、これが 27.4 ということで2009年に計測を始めてるんですけれども、まあそれ以来の一番低い数字になりました。だからで50割ったらあかんぐらいなんでしょう。そうです、50割ったらあかんやつが 27.4 ですよ。でねこの日は結構そのユーロとかイギリスとかドイツとかも各国がですね、まあ、日本もそうですよ、発表しました PMI をね、はい、そしたらユーロの方はですね、ユーロ圏全体で 13.5。50割ったらあかんあかんやつ。50割ったらもう景気がしぼんでいくって確定するから、相場にものすごい影響あるんですよ普段は。50付近近づいたらみんなハラハラするけど、 そんなはるかに割っていった、はるかに割っていった、13.5、はい、これは過去最低やったんですけども3月がね、これをさらに下回ったということですね、はい、29.7 点ですよ先月は、先月3月分は。で4月は 13.5、こんな世の中がやってくるなんてっていうような事態がもう実は起こってるんですよね。はい、はい、で EU ですけれども、はい、ドイツですね、ドイツは 17.1、うん、めちゃめちゃ経済悪くなってるんです。もう一回言いますけど50割ったら50割ったらあかんやつ、で先月は3月分がね、35.0 やったんですよ、で今回 17.1、フランスではなんと 11.2、50割ったらあかん。何回も聞きたな、10点満点って聞きたなるよね。でも50割ったらあかんやつなんですよ。でイギリスも 12.9 ということで急落しまくってるということですね。世界の景気はもう確実にというか、まあこんなロックダウンしてるからね、ものすごく悪くなってるってこと。でそんな時に市場はどういきましたかっていうと、ほぼもう動かなかったですね。急落も何もしなかったですね。前回の3月のね発表の時もそうやったんですけど動いてないんですよ。うん、なんかもう織り込み済みってことです市場は。分かっとる分かっとると、うん、そんくらいいくやろっていうふうにみんな思ってたその上での上げやったから、うん、もうそこで調整するも何もないしみたいな感じやったのかなと思いますね。まあ株価は基本的に半年から数ヶ月先の価格を織り込んでいくんで、ね、うん、先行していくんで、うん、もうこの辺の数値はもう分かってたと。分かってたと。分かっての今の株価ということですね。そうそう。うん。まあ言うてももうちょっと僕ショックやなと思ったんですけど、うんうん、だって10とか、うん、過去最低よ、うん、っていうとまあでも分かってたけどねでもそこまでいくね、うんうん、ちょっと僕はショッキングやったんですけど、うん、あれ動いてへんわって思いましたね。そっちもちょっとびっくりでしたね。はい、うん、で27日この上げですね、うん、ここの時は別に何があったわけでもないと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとねコロナがマシになってきたっていうのがあるかもしれないですね。ほうほうほう、うん、ニュージーランドの方でですね、うん、アダン首相、うん、現時点ではウイルス排除できたよと、はい、まあ、徹底的な鎖国をしてるわけですよねニュージーランドって今、うん、うん、島国なんでね。で、まあ、市中感染がなくなったんですよ27日に、はい、うん、でここ数日もうずっと1桁新規の感染が1桁やったっていうのもあるし、もうすごい厳しいロックダウンというか規制を引いたので、うん、それに抑え込みに一応成功したと。うん、ということで、まあ、そういうのがポジティブなニュースになったというふうにも言えますし、でニューヨーク州の知事のクモーさんがですね、うん、26日の記者会見で経済活動の再開に関してですね、うん、初めて言及しました。うん、段階的に行うと。はい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 。だから建設とか製造業からだよと言ってますけれども、うんうん、サービス業とかもそんなまだまだやでみたいな感じですけれども、うんうん、でもだんだんその再開に向けての動きを各州がやり始めたというのがあって、やっぱり上げにつながったのじゃないかというふうに言われてます。で、ちょっとニュージーランドの裏話しとこうと思ったけど時間がこうしてるのでまたどっかでやります。そうですね、僕もいろいろなんかまあでも神谷さんの方が詳しいんで神谷さんにやってもらいましょうっていう感じですね。そんなことで要請日本なんですけれどそこまで上げなかったのは、うん、これ一応もうね2番底をある程度織り込んでいってる人たちもいるかなと。まあここ、うん、まず4月21日のここはもしかしてもう一回見に行くかも試しに行くかもなって思ってる人たちもいるし、そしたらポジション落としますよね。なんで新規に買いに入った人もいるけれどもここの高値更新せえへん、まあそんなこと言い始めたらちょっと長なるんで、うん、置いときますけれども、いろんな手枠が交錯してですねそこまで上げにはつながらなかったと、このくらいでは、はい、という感じですねおそらく。でやっとドル円に行きましょうか。だからこのコーナー冒頭で言ったようにドル円と日経225のチャート分析のコーナーなんですけど、いやいやこれを分かってるからドル円とかが見れるわけじゃないですか。はい。まあというわけでここからなんですけどね。なんでやで15分喋ってる。こんにちは。こんにちは。15分喋りましたからね。カットされてないと思うんですけどね。ここドル円はですね、僕は前回言ってたのはですね、ここですよ22なんでここら辺からなんですけれども、うん、ここからですね、61.8 ここですね、はい、とここ 61.8 と 107.3 61.8 ですかフィボナッチリトレースメントのここの幅をですねこの前回の4月15日から4月17日の上げ、ここを、うん、まあ大きな位置とした場合の中の、はい、フィボナッチリトレースメントでいう 61.8、うん、61.8 は 107.3 ぐらいですね、うん、でそして 23.6 ですね 23.6 は 107.843、うん、ですね。この間をうん、まあレンジを作るんじゃないかと、はい、レンジを作ってしかしそのレンジはおそらく1週間も続かない、どちらかにブレイクするよ、そしてどちらかにブレイクするとしたら下でしょう、そして前回の安値この 106.940 を試しに行くでしょうと言ってましたので的中。おーパーフェクト、ありがとうございます。自分が怖いですね、これは相当稼いだんじゃないですか。いやこんなちょっとの動きなんでね別にそんなに稼いでないですよ。こんなんちょっとって言っちゃうよね。さすが稼いでるやつは違いますな。違いますわ。でですね、まあこの下向きのねちっちゃい三角に従っていくんじゃないか、このまま詰まっていくんじゃないかって言ってたんですけれども、まあその通りに今なっててですね、下にブレイクするのか、上にガンって跳ねるのか、それとも横にこのままぬるぬると持ち合いのまま抜けていくのかっていうようなまあ3択になりますよね、値動きとしては。まあ当たり前のこと言ってますけどね今。で一応ね日足で見ると結構こういうふうにね、こういうふうにこう。まあちょっともうこれが出した動きやとしてペナントじゃないんですけれども、フォーリングウェッジというか、まあだから下向きなんでこう上にね跳ねるウェッジですよね。でもここ水平なんですよね。フォーリングウェッジやったら下に向かっていく、こういうような、まあこうですよ。何それ、チャート新しい技。こうですよ。で、それなんて技？フォーリングウェッジ。フォーリングウェッジね。こういうやつ。で、これはこういくっていうパターンなんですよね。で、まあペナントやったらこうですよね。こうですよね。これがこうですよね。こうからのこうですよね。新しい技やもんね。ジャッキー・チェーン使ってたのね。っていうね、ちょっとまあそれに当てはめるには、まあ水平、一つまあ言えることはもう上値がカンカンに抑えられていると、で下値は水平ラインで耐えてると、だから基本的に言うとですね、やっぱり下値は強いと、で支えられてるんですけれども上値はどんどん T 下がってきてるよっていう状態、だから基本的には下が強いからこの詰まっていった状態でこの上がですね、まあ言ったらショーターが諦めると上にガンって跳ねるようなチャートパターンとも言えなくもない。まあ一応ねパターン的にはこうなの、あれちょっと行き過ぎやろこれ。めっちゃ伸びてる。めっちゃ伸びてる。顔。めっちゃ伸びてる思った。あ、いやいやいや。まあねこういう感じ。この上のやっぱり。ここの上のですね、ここ大きなこの点々ですね、下降のトレンドラインね、週足レベルでいうここら辺を狙いに行くんではないかなとは思ってるんですけれども、ちょっとなんかねどうかなって思ってるとこありますね。それは綺麗でしょう。綺麗でしょう。チャートパターンが、なんとなく、綺麗くない？ちょっとよくわからないですけど、あ、そうですか。綺麗です。美しいチャートが。あなたのように美しいです。いやいや、そんなことは言いたくもない。気持ち悪い。いや、それは置いといて、なんかね、このすっごく作られてる感じがするんですよね。ああ、なるほど。なんで、そのみんながツイッターとかでみんなが言ってる方の逆なんかな。いや、僕ツイッターでみんなが何言ってるかわかんないですけれども、そのパターンとか。パターン的にこうだっていうのの逆にいくのかもしれへんなっていうふうに思っちゃったりするんですよね。基本のシナリオはこれです。やっぱり、シナリオはこれでいきたいと思います。やっぱりさっき言ったようにね、この下根がこんだけ硬いっていうのを今試しに3回も123試しにいってるんで、ここから上に跳ねるならですね、もうロングで入っていっても悪くないとこやと思うんですよ。1時間足で見るとこうですよね。今ちょっとここの下に叩いて今上にいってると、なんでこっからまた帰っていく時にロングで狙っていっても悪くないところ。しかしですね、ここ短期でいうこの過去のトレンドライン、ここでまた跳ね返されるかもしれないっていうことは考えてポジション調節していった方がいいかなと思ってますね。で、まあ一応メインシナリオこれで、まあ、2週間ぐらいかな、3週間ぐらいちょっと当たってるんで、そろそろ外れるかなと思ってこれ弱気か。いや、調子乗ったらダメなんですよ。まあまあそうですね、調子乗ったらダメなんですよね。もうここまで戻る。ここまで戻る。いや、そうでしょう。やっぱりこんだけねパワー貯めているっていうことは、ブレイクするならどちらかに跳ねるとは僕思いますよ。基本的には。一応ドルインデックスも見ときましょう。ドルインデックスもですね、まあ今ちょっと下げて先週の撮影した22日と同じ100ぐらいにはなってますけれども、基本的にはこの上昇のチャンネルずーっといってるんですよね。でセンターラインまでいってないけれども、まあ、また上昇に転じても全然おかしくない水準というふうに言えると思うんで、100っていうのがね、その心理的なというかドルインデックスでそういうのはあんま関係ないかな、関係ないと思うんですけれども、100からまた反転するっていうのは全然ありえるなというふうに、まあ、もうセンターライン近いからね、うん、ありえるなと思ってますんで、つまりはドルが強くなるいうことは円高になって、円が強くなったら下ですよね、ドルが強くなったら上と。いうようなことで考えて、メインシナリオで考えています。上がってきた。すいません。次225。225ですけれども、前回ね言うてたんがですね、ニューヨークダウで見まして、ニューヨークダウで見て、これがですね、エリオット波動の12345で ABC の12345も4が打ってんなこれ。まあこんな感じでね。なるんじゃないかな。で C がもう次波動もう一回作って、ここは C ねっていうふうになるかもしれないねっていうことを言ってたんですよね。はい、で、まあ、それにつれられて同じような動きを225の方もするんじゃないかという感じで言ってたんで、まあ、こう一度上行って2万を試して、また下降に転じるっていうことを言ってました。ので正解。まあ、的中ですね。で、前回高値、ここのですね、4月17日の高値 19,815 は今超えれてない状態、超えれてないんですけれども、ここからどう動くかちょっと分かんないですね。ここからどう動くか、ここからまた高値チャレンジしてって今叩きに行くのか、どうなのかっていうことですね。でももしここでですね、ちょっともう帰りそうな雰囲気もありますよね。ここで高値つけて、もう切り下げていってると。いうことで、これでもし変えていったら、さっき僕が引いてたラインで言うと、まあ、C つけてですね、もうこんなんバッチリ当たってると思ったらあかんのですけど、一応バッチリ当たってるかもしれないと思ったら、ここで12というふうにも数えれるんですよ。もうほとんどの人が絶対感知できない一波を見つけてしまったかもしれない。調子なってんな。なんでね、ほら見て、ほら見て、ほら。一波ね、もうこれをこのシナリオでいくならですね、この一波二波ってですね、この一波二波ってまあ同じぐらいのでかさなんですよ。で C 波だけここもっと長引くやったらですね、 C 波だけこんなでかくなるんですよね。じゃじゃーんってでかくなるんですよね。で2万でここら辺でしょ。別にまあここで C 波終わりと考えても悪くはないとこなんですよね、もうすでに。っていうことで。まあここ抜けていくならすいませんって言いますすぐに。別にそんなにこんな根拠でね、ただのお絵描きなんで、こんなただのストーリーなんでね、それを信じてるわけじゃないですけれども、もしかして当たってるかもしれないぞっていうふうに思っちゃったってことです。いや、エリオット。いや違います。エリオットさんではないです。4じゃないです。ということで、今回はですね、このシナリオでいきたいと思う。先週と同じシナリオね、なんかここで折り返して下行くっていうようなシナリオで僕はいきたいと思いますね。あまり参考になるオシレーターのこととかあんまり言うてないですけれども、そんな感じで今考えてます。まあでもそのエリオットの一つのシナリオだったらね、別にシナリオ一つ、あ、こういうふうに値動きするんじゃないかっていうふうに一つ立てた、それに対してですね、じゃあここでエントリーしたら、ここでリスクこんだけ取って、でリワードこんだけあるからここで入ろうとか、そういうお話というかストーリー作れますよね。戦い方が作れますよね。なんかこれでまあ戦ってみようと僕は思ってます。ではですね、今後も引き続き最新情報、ドル円と日経225中心とした7分下のパーフェクトな何個か数週間ずっと当たっている、的中しているパーフェクトなチャート分析、また今後もお伝えしていきたいと思います。また何かですね、ドル円とか日経225に緊急な動きがあって、まあ、株が暴落するか、株が逆に爆上げするような兆候が出てきたらですね、すぐに7分下に最新情報もメルマガで届けていただこうと思いますので、まだの方はぜひ紙容量公式メモの方にも登録しておいてください。お願いします。そしてですね、来週も的中させますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。もしこの動画がいいなと思ってくださった方がいらっしゃいましたら、いいね、高評価お願いします。あと動画説明欄の方にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。